ブラジリアンガードドッグはブラジル原産の犬種である。ポルトガル語でフィラブラジレーロと言い,い、またブラジリアンマスティフとも呼ばれる。16世紀頃、南アメリカに進出したスペイン人やポルトガル人が連れてきたマスティフ系の犬を祖先とする。追跡能力や攻撃性を求めてブラッドハウンドやオールドイングリッシュブルドッグなどを交配して、 作出された。番犬としてだけでなく、牧牛犬、狩猟犬としても活躍した。猟犬としては、獲物を追い詰めた後、怪我をさせずに猟師を待つことができるため、逃亡した奴隷を捕まえるためにも用いられた。犬なの、フィラとはポルトガル語の、確保するに由来するという。20世紀後半以降、アメリカ合衆国やヨーロッパなどにも輸出され人気があるが、危険であるとして、 飼育を禁止する国もある。1960年には国際畜犬連盟に公認犬種として登録された。体高はオス65から7 5ンチメートルメス60から7 0トル体重はオス5 0ラム以上、メス4 0ラム以上の大型犬。興奮は長く、首は太く、首の下の皮膚は垂れる。目は垂れ目で、耳は垂れ耳。スムースコートで、 毛色は、ブリンドル、ホーン、ブラック、クリームなど様々である。非常に警戒心が強いが、家族に対しては忠実で優しい。ありがとうございます。